トニー・マルティンは、ドイツ、コトブス出身の自転車競技選手。2008年、チームハイロードと契約を結んで、プロ転向。2011年、世界選手権個人タイムトライアル優勝し、この年から2013年まで3連覇を飾る。2012年に、HTC、ハイロードの解散に伴い、オメガファーマークイックステップに移籍。2014年のツールドフランスの、 第9ステージではゴールまで残り 59km から独走で逃げを決め TT ステージ以外で初めてのステージ優勝を果たす2015年のツールドフランスでは第1ステージから総合1位と僅差につけ第4ステージでは終盤に抜け出してステージ優勝を飾り自身初の万葉上流を獲得しかし第6ステージ終盤の落ち者で右鎖骨を骨折 チームメンバーに支えられながらゴールするも無念のリタイアとなった。2016年の世界選手権個人タイムトライアルでは2位のキリエンカに45秒差をつける圧勝で2年ぶり通算4度目の優勝を果たす。これはファビアン・カンチェラーラと並ぶ個人最多記録である。2017年シーズンはカチューシャ・アルペシント契約。2019年チームユンボビスマニー席。 2011から2013年に世界選手権の個人タイムトライアルで3連覇、通算4度の優勝を果たしているようにタイムトライアルスペシャリストである。ありがとうございます。